ウシオイヒト1887年ロングドライブとは、アメリカの西部開拓時代に行われた、繁殖地から、キ育地、または、需要地までの牛群の輸送のこと。主に、テキサス州の北部一帯から、ミズーリ州やカンザス州、ネブラスカ州の出荷駅までカウボーイに送られ、カリフォルニア州方面や、東部の都市へと鉄道で輸送された。カリフォルニアで近郊が発見されたことに始まる。 ゴールドラッシュで採掘人が殺到する中、急激な人口増加で、食料を不足が発生したカリフォルニアに、テキサスから牛を運んだことが始まり、カリフォルニアに運ばれた牛は、テキサスでの売り値の10倍以上となったと言われる。南北戦争終戦の頃、テキサス州、インディアンジュン州、カンザス州から、ワイオミング州にかけて広がる広大な牧草地に、 何百万頭もの野生化した牛が群れを作っていた。この牛を東部の都会に出荷すれば、テキサス州の相場の20倍で売れた。復員したテキサスの若者やメキシコ人の牧人が牛追い業者に雇われ、出荷に適した牛を選別し、アビリーンやドッチシティなどの出荷駅まで群れを追った。12人前後のカウボーイとホロバ社のチームが1回で、 約2500頭の牛を1900から2 4 0 0トル追うのが普通だった。時とともに放牧収支を肥やしながら輸送するノウハウが蓄積され、カナダ国境付近まで放牧エリアは拡大し、出荷駅も次々に増えていった。こうした放牧は鉄道網の拡充と食肉保存技術の向上により1871年に最盛期を迎え、 年間に約60万頭の牛が積み出し駅まで送られ、東部の都会に向けて出荷された。しかし、1880年代半ばには、草原は新たに作られた牧場の柵や、鉄道線と自作農民の有志鉄線に仕切られ、ロングドライブは困難になった。1886から7年の冬の大寒波により、野生牛の数が激減すると、牛追い業者たちは草原を、 分割選挙し農場や牧場に変えていき、ロングドライブは終焉を迎えた。ブラジルの西部では今でも同様な輸送が行われている。馬に乗ってさすらう野生的な男たちというモチーフは東部の都会人の金銭に触れ、極西部の様子がスケッチや三分の形で伝えられた。セオドアル・ウズベルトもダコタ順州のバッドランズに牧場を買い、 その2年余りの国西部の暮らしは自伝に記されている。1902年に応援ウィスターが短編集、バージニア人を表した。真摯なカウボーイが主役の完全聴悪なストーリーは、後の西部劇のモデルとなり、アメリカの内外に伝説として浸透していった。サムエル・モリソン、アメリカの歴史を西川雅美翻訳監修、集英者文庫、1997年。 134ページ、ISBN40 億8760万3172、ありがとうございます。